症で元気なくなってきてる。自分でもわかる。てててるるるほうほう。要はいいかい。なら行くとするかな。あ、あーすげえ。これじゃない？なんだっけ。ボタン式の横断歩道とかにある。すげえ、ちょっとマジで一緒じゃないこれ。黄色を基調として黒いところに文字が出てて。赤いボタン。じっちゃんが案内してくるんじゃないの？違うんけ。おぉ。何言うとるんじゃ。ちょっとばかり危険だと言うたじゃろ。年寄りに先を行かせるのか。わしは後ろからついていくよ。頼りになんねえじいさんだな。まあじいさんってそういうもんだと思うよ。またブツブツ言ってる、なんか。てーん、トゥルーテーン。なんじゃ戻るのか。わしはこの待って、夢が引き継ぐ。この辺はいつまで湧きとくかに。いや、行くよ。ちょ、ま、あの、むずいんだって、これ。本当に奥見えないのよ。目凝らさないと。なんだこれ、ドンキーコング始まった。あ、打ちつけてんのか。じいさんにはきつすぎるな。階段の後すぐ縄。すごいな。サウナと同じな。痛めつけた後もう一回体痛めつけてる。ここなんだよ。おい、ちょっと待ってよ。人がブツブツ言ってる間に、すごい変わりようじゃないのよ。あ、行って勝った。うわ、めっちゃうめえ、ここ。1000? ちょっとしばらく耐久レースしようかな。さっきの蛇出てくれるとありがたいな。あ、これこれ。だ、推奨レベルまた上がったな、この感じだった。今多分推奨レベル25くらいのとこまで来てんじゃないのかな。なんか危ないとか言ってたし、敵出てきたらやだな。ラスボス。でもレノさんとかめっちゃ簡単だったけど、あれ。あれ、レベル上げすぎたのかな。1000えぐすぎるだろこれ。金もめっちゃ手に入るし。あの、すいません、止まった。あれ？ゲーム止まったんだけど。ちょっと接続不良に決まってるよな。あれ？つかなくなった。何これ、音はする。あの、悲しいお知らせです。今、スイッチの画面を見ましたね。見たら、あの、クラウドが先ほどの絵と同じで棒立ちしていました。コントローラーを動かしても、スコールが棒立ちです。多分これゲーム、あの、フリーズしました。でもあの、ホームボタンには戻れるっていう。ホームには戻れるけど、あの、スコールがあの、一歩も動かなくなりました。で、裏でずっと、経験値の音が鳴っています。もう、戦闘終わってるのに、鳴ってます。うちの FF7 って3時間やると止まんの？あ、これあれか。こもり、みたいな。こもりサービスみたいな。あ、危ない。これ。あー、お子様を見守りサービスに引っかかった、多分これ。動かない。食らう。ツンツン頭てめえ。私にリセットさせる気か。あ、結構消化試合な感じするな。HP めっちゃ増えてんだけど、これ何事急に。1040まで上がってたの。ちょっとレベルゲーしただけで。ついに4桁の大台に乗ったが。FF8 は9000とかいうわけわかんねえ数字になってる。これもいつかインフレしちゃうんかな。なんかメテオラみたいなやつ強すぎるから。ここの敵マジ美味しいんだよ。これはしょっぱい。全部崩しまくってるけど。お、やった。あ、当たり外れがあるやつか。なんか上にさ、なんかマテリアなかった。やっぱ光輝いてたよな、一個。ちょっとあれ拾いに行こう。これ絶対取り行きたいけどな。これどうやって、あ、道通じてんのか。なんだ。な、追い返されたんだけど。ここにいるのはみんな義賊の亡霊じゃ、ある戦士に倒されたな。ある戦士。しかし死してなお義賊の憎悪の精神は消えず、ライフストリームに帰ることすら拒んでいるのじゃ。先はまだ長いぞ、ほふふふ。ちょっとあの上に行きたいんだよな。上に行きたいんだよなぁ。あいみょんだったんかい。よし。調子いいな。しかしそんなことより調子いいわ。
貴族って本当になんかもうちょっと野蛮でなんかちょっとみすぼらしいけど荒々しさが感じられるなんか肉付きの男みたいな感じかと思った。浮遊してるんだ貴族って。だいぶ私、いや私の価値観よりアップデートされた貴族だなこれ。血の池地獄下が、あぶやかぶやかぶやか、何ですか3倍族で何も見えなかった。追加効果のマテリア強そう。麻痺とか引けんのか、なんだこの溝は。ちょっと何が起きたんだよ。竹槍とかで刺されたの横から。踏んでみよう。ん、なんだ、な何、あ、これ飲まれてんのか。あー、戻れないよってことね。これ一方通行ですよってことか。あ、そういうポケモンジムみたいなことしてくるんだ。でもジャンプした方がいいんじゃない、ここら辺。クラウド、クラウド、飛べ飛べクラウド。何をしている。じゃあこれ降りんのか。まずいぞ。あ、これゆっくり歩けみたいな、なんか今一瞬普通に歩けたよな。やっぱそういうことだ、ゆっくり歩け系か。しっけしっけ、早まった。こっち行って、下に宝箱あるから宝箱行った方がいいね。こっちか。ブラックメガホン、あーよかったじゃん。ホワイトとブラックだったら多分ブラックの方が強いだろ。売って正解だったな、さすが英断だったわ。いやまあまあまあ、みんなの命預かってますからね。この洞窟はコスモキャニオンの裏へと続いておる。義賊はわしらより体も大きく何より残忍じゃ。ここから攻め入られたらひとたまりもなかったじゃろ。さあ先へ進もうかの。いやわかんない、二階堂の母ちゃんと父ちゃんが頑張ってくれたんじゃねっていう説もありますね。私が唱えときますから。そうやって何をしている、クラウド。遊ぶな。ってことここだ。え、強制、すいません。あの、なんでこんなに、あーちょっと待って、え、なんでこんなに弱ってるのかだけちょっと先に一言いただいても。全回復のやつね。その戦士はこの洞窟を一人で走り抜けた。次が次へと襲いかかってくる義賊と戦いながら。じっちゃんその戦士って、ほほう、あと少しじゃ。やっぱ絶対そうだと思うよ。どうしようもねえ父親だったりすんのかな。なんということじゃ。じっちゃんこいつは死してなお義賊の亡霊が淀んだ大気のように。これはいかん。え、人面と戦うのか。なんだこれ、カプテテグじゃねえのかこれは。一回サンダラ巻いとく。絶対これ霊気食らうだろ。霊気めっちゃ強いだろうにな。召喚しちゃえ、もう一気に畳みかける。芝だ、絶対水属性だろ。じゃあ水属性効くだろこれ。炎浮かんでんだから。あれ私ファイヤー打てっつったっけ、ちょっとわかんない。あ、ファイヤー打って自分たちで回復してるという可能性あるのか、もしかして。この召喚モーション絶対見ないといけないんだよ。あ、氷かい、芝って。やびやびだったわ、氷じゃないの。アスピル、なんだそれ。あ、 MP 吸われんのかよ。しかもドンタコスの、いやらしいなそれは。クラウドに炎打ってくれたらなんか知んないけどね、無効なんだよな、なぜかわかんないんだけど。ずっとじゃあタイタンさん打ってみよう。これ見たことないな、まだこんなやついたん。 FF8 にも実はいたのかな、私は知らなかっただけで。乗り移り、え、よりにもやってそいつっすか。あ、見たことないな、ちっちゃ。あ、お相撲さんか。あー、でちゃぶ台返しする的なね、感覚の人よ。ふざけんなよ。何のために出てきたのこいつ。ファイラー、あれドンタクスまずいな。だから召喚が今ちょっとあっちいね、私の中で。イフリートは炎だから手あるら自分で行ってもろって。操りとか言ったけど全然二階堂自分の意思で相手殴って敵を見極めてるけど、ギリギリ理性かって。さすが獣。え、いやそこら辺はあまり深く言及しないけど、獣だからなめんなよって、知性があるんだぞって。未だにあの二階堂の立ち位置分かってないから安心。難しい、人間以外とそんな構わないから。はぁ、 RPG むずいね。これ数値さえ見ときゃ別になんともでもなるよ。
いや、そういうもんだけど。モンスターは、なんか技が尽きたみたいな。え、技が尽きた。でも私 A 連打しちゃうけどいいこれ。癖で。3倍速 A 連打一番脳筋として早いから。全然効かね。245効くね。あ、ちょ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 。なんでそんな通常攻撃が強いんだ。ただの串刺しが一番強いのかよ。魔法とかの小手先のあれじゃん。回復して、ケアルラで。殴れ。殴って、レイズ打ってあげて。ケアルが間に合うかどうかだな。今んとこただのデコイだからな、これ。で、エーテル後で買っとくか。ケアルさえ打ってくれれば大丈夫だとは。やばーい。あ、なんか一気に2人死んでる。取り残されてしまった。またしてもどうする。いつものやつやる。一人でいける。なんか一撃400くらいの持ってくんだよな。これされちゃうとな。やっぱいつもクラウド一人で済むなボス。なんだ、一人になった時ちょうどやれる HP になってんだよ。なんで圏内に入ってるんだろうな。一撃圏内に。ありがとうクラウド、あんたたちのおかげでなんとか助かったよ。ナナキもいつの間にかずいぶん強くなっていたんじゃな。まあ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 、経過を楽しんでくれてるから長老は。そうかな。やはりお前を連れてきたのは間違いではなかったようじゃ。さ、お前に見せたいものはすぐそこじゃよ。あ、マテリアだ、大好き。重力いいね、大好き。マテリア来た。味付いた歯磨き粉。最近同じ名刺しか言ってないけど大丈夫ですか。ここはやだ、ボキャヒンとか言われたくないよ。やだ、思われたくもない。その選手はここで義賊と戦った。義賊が一歩たりともコスモキャニオンに入り込めないようにな。偉大な戦士様よ。さあ、お目見えよ。そして自分は二度と村へ戻ることはなかった。見るがいい、ナナキ。お前の父、戦士瀬戸の姿。どこにいる？あ、いた。ああ、石像になっちゃってるんだ。おー。おつえ、めっちゃパンクじゃない。トゲ？髪が？あんま言うのやめよう。あれが瀬戸。瀬戸はあそこで義賊と戦い続けた。この谷を守り続けた。義賊の毒矢で体を石にされても、義賊が全て逃げ出した後も、戦士瀬戸はここを守り、あ、矢か。矢が刺さってたのか。今もこうして守り続けて、今も。シーサーみたいなことよ。たとえ逃げ出した表記者じゃないのこれ。表記者と思われても、たった一人命を懸けてコスモキャニオンを守ったんじゃ。それがお前の父親瀬戸じゃ。あれが瀬戸。母さんはこのことを。二人はあの時わしに頼んだんじゃ。この洞窟は封印してくれとな。わし一人で封印し、そのことは誰にも話しちゃいけない。子供が多いかもしんないから。忘れた方がいいか。なるほどね。偉大な父親だったんじゃな。買っておいてすまないが、わしら二人きりにしてくれんかの。まあ、積もる話もあるでしょう。帰りますよ。マテリアも回収しましたしね。まあまあまあ。泣くといい。泣くといいですよ。命枯れちゃまずいな。クラウドたちと旅を続けるのじゃ。じっちゃん、ちょっと待って、セミが、え、もう夏？急にエンジン全開なんだけど。聞くのじゃ、ナナキ。クラウドたちは星を救うなどと言っておるな。正直なところ、そんなことができるとは私に、わしにも思えん。この星のすべてのマークオールを止めても、星の死はほんの少し伸びるだけじゃ。セフィロスとやらを倒しても同じこと。勝ちか、勝ちって。腹減ってるし、3時間撮ってるし、やばいよ。極限状態だよ、今。目霞んでるもん、やっぱ。わしは最近考えるんじゃ。こんなにも、星か。が苦しんでるのに、星の一員、いや、星の一部であるわしらにできることは本当に何もないのかなと。
結果はどうなろうと何かやることが大切なのではないが、わしは運命を受け入れすぎるのではないか。まあ確かにね、受け身になりがちは自然が相手だった。わしは鳥をストレトリ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 今年で130歳じゃよ。ほほほじゃ。ああだから浮いてんのか。わしの代わりに見届けるのじゃ。じっちゃん。じっちゃんは何族なんだこれ。どうしても父親の真実の姿を見せておきたかったんじゃ。わしが生きているうちにお前が帰ってきてよかったわい。捕らえられたけどね。じっちゃんがいなくなるなんておいら、わしはもう十分生きたよ。じっちゃん生きててくれなきゃダメだ。おいらは見届ける。わしがどうなるのか見届けて、そして帰ってくる。じっちゃんに報告するために。七木。じっちゃん。七木戦士瀬戸の息子だ。その名に恥じない戦士になって帰ってくる。だからじっちゃん待っててくれよな。何の音だ。ピコピコ言ってる。レーダーに反応あり。あーなんとかエネルギー。あれは瀬戸父さん精神エネルギーだ。うん。あーなるほどね。喜んでるわ。瀬戸が喜んでますよ。真相が明らかになってね。なんか次々と仲間の過去が明らかになってくる。終盤近いなマジで。ドンタクスの次二階堂か。動けるようになったぜ。おおさすが。そろそろ出発しようか。ここでお別れね二階堂。仕方ねえさ。結構頼りになるやつだったんだけどな。みんな結構じゃれ合ってたんだ私が知らない間に。じゃティワちゃん行こうか。あでも入れ替えマジめんどくさいからごめんね。やりしちゃん使いたいんだけど、そうまた構成し直すがだるくて。でででーん。いや二階堂は駆けつけてくるよ。うちらが旅立つの。ガソリンの匂い嗅ぎつけて多分飛んでくるからあいつ。でんでんでんてさらばだ。生命学待ってくれ。オイラも行く。あんいいんですけい長老さん。七木さんまた預かってしもて。まあまあまあ七木をよろしく頼む。どうしたんだ。おいら少しだけ大人になった。そういうこと。まあね親の過去を知るっていうのもね。いつでも歓迎じゃ。いやお世話になりました。生命学の村バギーも治ったし私はセーブして飯食って寝るよ。昼だからね。昼時は飯食って寝るに限る。一泊すりゃよかった。あどんたくす回復してる。なんでかは分からん。理屈不明。次どこ行くんだろう。ユフィちゃん。ユフィちゃん行くんだろうな。